神戸です。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。オリックスバファローズ対東邦楽天ゴールデンイーグルス19回戦の模様をお送りしてまいります。昨日勝利のバファローズ、イーグルスとの3連戦2日目です。解説席には田尾康さん、西崎幸弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんばんは。私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。頑張ります。はい、どうもよろしくお願いします。このゲームの先発ピッチャー近藤、現在6勝という今シーズンの成績です。イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。お待たせいたしました。1回の表、イーグルスの攻撃、トップバッター中村、左のバッターボックスです。1回の表、イーグルスの攻撃、最初の1球は成田、最初から際どいコースできます。カウントノーワン。オリックス対楽天、今日もその3連戦2日目の模様をご覧いただいています。ここは変化球、ワンエンドワン、バッター中村、3球目はどうする。この球は低めに決まった、ツーエンドワンです。さあ4球目、遅いボール打ってラインには際どいか、カウントはそのままツーエンドワン、これは大きく外れました、ツーツー。さあどういった、あっとこれはいい当たり、あっと抜けた、抜けました。ここでヒットが出た、中村ライトへのヒットが出ました。そして打順が変わります。内村、現在5位のイーグルス、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。最初はボール、ノーワンです。このゲームが始まるまで過去3試合の成績なんですが、13打数で3安打。この球は外に外れます。1球2球と続けてボールを投げてきました。いきなりランナーを背負っています。さあ3球目は、ここは見送ります。ワンエンドツーです。いきなりヒットのランナーを許しています。1回の表、さあ牽制、タッチして、これは1塁セーフです。2番バッター内村、バッティングカウントになったが、変化球、これは空を切ります。ボールカウント、2エンド2。さあ何を見せるか、この変化球は枠の外、フルカウント、2-3。これも牽制、フルカウントからの6球目、外れてファーボール。ファーボールで一塁ランナーは二塁へ、これで二塁一塁です。そして次のバッターとなります、フェルナンデス。最初の打席は先制の場面となりました。イーグルス、リーグ5位となっています。大きく首位と引き離されています。まずはストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。ノーアウトでランナーが二塁と一塁にいます。牽制、タッチしたが、これは二塁はセーフです。さあ次はどこへ行くか、タイミング外されました。いや力入ってますね。スイングが豪快に行きました。さあここはどうリードするんでしょうか。ガーッと打ちました、低い打球になりました。取って、これでワンアウト。フェルナンデス、サードライナーに倒れました。そして打順が変わります。ベニノーは早くも点につながる場面を迎えています。過去3試合での打撃成績なんですが、11打数で2安打、ホームランも1本あります。最初のボールを決めました。ボールカウント1ストライク。この回はワンアウトになっています。2球目はどう攻める、緩いボールできました。さあバッター追い込まれています。
さあ外してくるのか。緩いボールを持ってきました。ボールカウント2エンド1。さあ4投目。あっとこれは痛烈な当たり、ファーストへの打球。まあファールで良かったですよね。甘く入ってましたから。そうですよね。この場面であの球は要注意です。これはストレート、2ストライク2ボール。さあ6球目はどうする。見送ります。フルカウントになっています。さあ粘っていくか。あっと打ました。教科書通りのゲッツーコース、二塁アウト。そして一塁転送、一塁もアウト。最後はゲッツーに切って取りました。1回の表が終了、イーグルス。最後はダブルプレーに終わりました。そしてイングルスの先発ピッチャー、一番およそ2週間ぶりのマウンドということになります。今日の登板で勝ち星を挙げることになれば4勝目ということになります。1回の裏バファローズの攻撃、トップバッター坂口、初回の裏ノーアウト。今シーズンのアベレージです。3割飛んで5厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が1となっています。初球外に来ました。際どいコースに来てますからね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですよね。最近の3試合その打撃成績なんです。12打数で4安打、2球目。あっと強い当たり、あっとピッチャーを振った、抜けた、綺麗に抜けた。さあノーアウトのランナーが出ます。センターへのヒットが出ました。今の速いボールだったんですけどもね。はい、その速球しっかり打ち返されました。さあランナーが出ました。村松、左のバッターボックスに入りました。バッターは2番村松。さあ初球です。初球インコースから入りました。ワンストライク。村松、ここまで通算の打率なんですが2割7分6厘、プロ入り18年目での成績です。2球目はどうする。落ちるボール打って踏まれました。ファーストランナーは2塁ストップです。村松レフトへのヒットが出ました。さあつなぎました。北川、最初の打席は先制の場面となりました。またランナーを許しています。いきなり牽制、タッチしたが二塁はセーフになります。どこに入れてくるんでしょうか。初球ストライク、ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。昨日勝利のバファローズ、ホームゲームでの成績をお話ししておきましょう。勝ったのが26、負けは28、ストレート決まって2打線、気合が入っています。果たして3球勝負するのか。これは変化球、この球はボールになります。さあ第4球、まっすぐ決まった。ボール球を振らされてしまいました。さあここでチャンスになりました。カブレラ、早くも先制のチャンスを迎えています。ワンアウトになっています。さあ初球はどうでしょう。最初は外のボール、バッテリー外してきます。バッターカブレラ、どこに構えるか。見送った、いいところへ決めてきます。ここまでのアベレージ3割2分、そして打点の数93となっています。今度は緩いカーブできました。このカーブで追い込んでいます。さあ4球目、ここはスライダーできました。平行カウント2エンド2。さあ牽制、これは二塁セーフです。さあ5球目、しかしこれは外れています。今外が多くなってますけどもね。はい、アウトコースへのピッチングでした。さあ2-3になった。大きく外れてフォアボールとなります。このフォアボールで満塁となります。ここで打順は DH へ回ります。ローズ、その注目のバッターボックスです。こういう場面ではね、ちょっと結果が出てないんですよ。はい、ちょっとランナーを置いたバッティングは結果が残せていません。どこに入れてくるか。まず変化球で空振りさせました。ボールカウント1ストライク。
自らピンチを招いています。2投目はこの変化球は外れています。ワンエンドワンになりました。バッターは DH ローズ。さあ次の3球目、このストレートは外れています。ワンストライクツーボール。ローズ通算の安打の数が1700本ちょうど。打っていった、さあ抜けた、抜けました。セカンドランナーは一気にホームへ。サードランナーがホームベースを踏みました。今セカンドランナーもホームイン。2対0、2点先制します。いきなりリードを奪いました。そして6番後藤、そのバッターボックスです。ここはつないでね、攻撃したいですよ。はい、この場面は点を入れておきたい。バファロー、さあ先制のタイムリーヒット、2点をリードしています。初球を投げてストライク、147キロです。すでに2点を奪われています。この球はどうでしょう。スイングして空振りです。スライダーで追い込んでいます。一気に来るか、しかしこれは決まりません。いやよく見ましたよ今のはね。はい、しっかりと見ました。さあ4球目、あっと転がったが抜けるバランナー帰ってくる、取ってアウトだ。若さあふれるプレーでアウトです。射的には助かるプレーですよね。また見たいプレーでした。ダブルプレー、一塁マウスで3アウトチェンジ。1回の表裏終了、バファロー2対0リードを取りました。2回の表イーグルスの攻撃、先頭のバッター山崎拓司、今日の第1打席になります。攻撃中のイーグルス、先ほどのイニングは残塁が2、そして得点には至りませんでした。最初はシュートを持ってきました。ボールカウントノーワン。今日最初のバッターボックスに入っています。2投目はまっすぐで決めました。カウントワンエンドワン。バッターは DH 山崎武史。さあ3球目、ちょっと今のは危ないボール、変化球できました。ワンツー。近藤、このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。さあバッターちょっと有利か、これは大きな当たりだ、レフトへ、レフトへ、ボールがどうだ、ああボールの左に切れていきました。次が5球目、今のはバッターに当たりそうなボールでした。これは変化球、ちょっとヒヤッとするボールでしたけども、はい、もう少しでバッターに当たるというようなボールでした。さあ2エンド3、外を打った、打球はセカンドの前、一塁送球、一塁楽々アウトです。山崎セカンドゴロに終わっています。次のバッターに変わります。リッグ、まずはワンアウトにしています。どこから攻めるか、ストレート落ちました、これもセカンドへ転がります。抑えた、一塁へ送ります。アウト、リッグセカンドゴロに倒れました。次のバッターはどうでしょうか。鉄平、2回の表ツーアウトです。近藤、今日も先発での登板となりました。まだ1安打しか許していません。さあ最初の1球、最初のボールを決めました。カウントワンストライクノーボールです。この回まず2アウトを取っています。さあ2球目、ストレートできました。2ストライクです。次の配球は引っ掛けました。さあ1、2塁間取りました。1塁へ、1塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さあバファローズ、次の攻撃は下位打線からとなります。お二人にはメア下付けをプレゼントします。いつまでも仲良く。2回の裏バファローズの攻撃、7番からの打順になります。1、2回の裏ノーアウトです。すでに2点を与えています。1投目、最初は高めに持ってきました。ボールカウントワンストライク。初回からの失点、立ち直りを見せるんでしょうか。2球目はどうか、打って、これはピッチャー正面、ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。
ランナーが出ます。ノーアウトのランナー。そして次のバッターとなります森山、2回の裏ノーアウトです。さあ今日の第一打席です。最初の1球は何か。初球はストレートから入りました。148キロです。8番バッター森山。さあ次のボールは送ってきました。ファウルです。次はどんなボールを持ってくるか。勢いのあるストレート、バッテリー1球外してきました。次が4球目。高め、1、2塁間の当たり、パスランナー2塁へ回った。ボールが返ってくる。ライトへのヒットを放ちました。打たれたのはスライダー、ちょっと甘かったんじゃないですかね。やはり甘いボール打ち取れませんでした。さあ塁上が埋まってきました。日高ワンヒットで追加点もありえます。さあ返せるか。この回ヒットを2本打たれています。最初の球はまずは簡単にストライクが来ました。ワンナッシングです。市場、今日の1回までのピッチングは許したヒットが5本、この回2本打たれています。これはスライダー、カウント2ストライクノーボールです。ピッチャー有利になったか。横へ曲げてきました。この球は入りません。さあ4球目、これは外れます。まああれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、確かに外への配球が多くなっています。さあ何を見せるか。見逃し、絶妙なコントロールでしたよね。はい、ここは変化球で三振を取りました。これで打者一巡となります。高口、今日2度目のバッターボックスに入っています。初球です。まずは見送りました。際どく外れた。市場、この試合先発で登板しました。すでに2点を許しています。バッター見送りました。1球2球とボールから入りました。高口、今日のゲームは1回出塁しています。ストライク、ワンエンドツーです。初回の1打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。これは際どいか。ボールカウント2エンド2。さあ5球目、これはいい当たり、抜けた、綺麗に抜けた。さあファーストランナー2塁を蹴った。さあヒット、チャンスではやはりこの男。これは本塁タッチアウト、2アウトになりました。そして2番村松、そのバッターボックスとなります。きっちり得点まで行きたいですよね。ファーストランナースタート、キャッチャーはどうする。見送ってストライク、セーフ、盗塁成功。得点差は2点、バファローズがリードしています。さあ次はどこへ行くか。引っ掛けます。今のはファウルになります。今のは打ち損じって感じがするんじゃないですかね。はい、やはりプレッシャーがあるんでしょうか。ボールのようです。よく見ましたね。はい、ここは見極めました。さあ4投目、インコース外れて2-2。次が5球目、これも強烈な打球、抜けた、間を切りに破りました。セカンドランナー一気にホームを狙う。三塁ランナーが今ホームイン。ボールが返ってきたが、続いてセカンドランナーもホームイン。タイムリーツーベースヒット。4対0、走者一掃のタイムリーツーベース。2点を追加、4点差に広がりました。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。これで2人のランナーがホームに帰って2点を入れました。次の3番北川、右バッターボックスに入ります。さあランナーは2塁に変わっています。田尾さん、バファローズはどうすればいいですか。まあ、リードしててもね、流れは持っていかれたくないでしょうからね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。はい、初球ボールノーワンです。これが2回目の打席。このボールはどうか。あっと高め、変化球、変化球ときました。1回の打席、空振りの3、これはセカンドゴロ、3アウト目ということになりそうです。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。2回の裏を終了、バファロー2点を追加、4対0、点差を広げました。では早速スタートしましょう。
3回の表イーグルスの攻撃。この回の先頭バッター渡辺直人、3回の表ノーアウトです。攻撃中のイーグルス、このゲームの残塁の数が2となっています。初球は最初はストライク、ワンストライクノーボール。バファローズファンに埋め尽くされた神戸から実況生中継でお送りしております。さあ次はどう攻めるか。変化球打ってセカンドが抑えます。ファーストへ送ります。一塁アウト、アウトです。渡辺セカンドゴロに終わっています。バッター藤井、3回表ワンアウトです。9番バッター藤井、どこに入れてくるか。初球は変化球から入りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。このゲームの最初の打席になります。どう攻めるのか。高めのボール打ちました。またしてもセカンドへのゴロです。一塁に送ります。一塁はアウトになります。藤井セカンドゴロに倒れました。この回打順が一巡してきました。中村まず初球、初球ストレートできました。カウントワンストライクノーボールです。中村ここまで出塁は1回という内容です。さあ次のボールは中への変化球、外れました。ボールカウントワンエンドワン。順調にツーアウトにしています。3球目緩いボールできました。ツーストライクワンボール。さあ4球目あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、空を切らせました。さあバファローズ、この後4番バッターからということになります。3回の裏バファローズの攻撃返します。この回の先頭カブレラ、3回の裏ノーアウトです。初球はどうでしょう。変化球打ちました。右方向、下がった下がった。カブレラファーストフライに終わりました。そしてバッターローズ、初球は手を出しません。この球は外しています。この回はワンアウトになっています。さあ第2球内へ、ワンエンドワン。球が走ってるんじゃないですかね。そうですよね、150キロ出ていました。次の投球が今日の50球目。さあ3球目はどうか。次は4球目カーブ三振、バットには当たりませんでした。そして次の6番後藤、3回の裏ツーアウトです。さあ最初の1球、まずは外から来ました。ボールカウントワンストライク。この回順調にツーアウトまで来ました。この球はどうでしょう。外外と来ました。このスライダーで追い込みました。次の配球はインコース、外れてツーエンドワン。ちょっと当たりそうでしたけどもね。はい、デッドボールにはなりませんでした。次の4球目これも鋭い当たり、ファーストが取ります。一塁これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。途中経過をお伝えします。まず東京ドーム7対3、マリーンズがリードしています。そして西武ドーム1対0、ライオンズがリードしています。その他は以下の通りです。4回の表イーグルスの攻撃、2番からの打順になります。内村どこに出てくるんでしょうか。打ちました。この辺りはセンターへの打球、しかし詰まっています。打球に力がありません。内村センターフライに終わりました。1投目最初から際どいコースを狙ってきました。ワンストライクノーボール。
この前の打席はきっちり捉えたんですが、サードライナーに終わっています。いい打球でしたね。さあ2球目はストレートできました。2ストライク。この3球目はどうする。3球三振。遊び球はありませんでした。そして次の4番ゼニノー、左のバッターボックスに入ります。何から持ってくるか。初球見送っていきます。カウントノーワン。この試合フォアボールの数は1となっています。次のボールは外のボール、ノーツー。近藤4回2アウトまで来ています。そして1安打を打たれています。次が3球目。今度はチェンジアップできました。カウント1エンド2。近藤点差変わらず4点差。この点差を守ってきました。さあバッター有利か。緩いボールを持ってきました。ちょっとね、一発狙ってんじゃないですか。はい、大きな空振りでした。さあ何を見せるか。アウトコース、ボールカウント 2-3 からの6球目。カット、鋭い打球だ。これは低い打球。これはライトへ行った。取った、取っています。これで3アウトチェンジ。さあバファローズ、この後下位打線から始まります。4回の裏、バファローズの攻撃。対するこの回の先頭一騎、何を投げてくるか。最初はボール、ワンボールです。この前の最初の打席、センターへのヒットを放っています。2投目は変化球決まってワンエンドワン。外へ2球持っていきました。一騎、今日のゲームは1回出塁しています。3投目決まった、外いっぱい。3球とも外に来ました。さあ次の4球目は外のボール、手を出した。またついている。さあこれはどうか。ファーストへ。これはショートにエラーが記録されます。そして打順が変わります。森山、左のボックスです。バッターは8番。どこから攻めるか。その初球は外のボール、149キロです。奪った三振の数が3となっています。2球目、外へ。これも外目に行きました。市場、すでに打たれたヒットの数は7となっています。さあ3球目、ここはバントしてきます。取って一塁送球、きっちりと送りました。ワンアウトになりました。そして次のバッターとなります日高。出したフォアボールの数は1となっています。初球ストライクを取りました。ワンストライクです。市場、4回ワンアウトまで来ています。さあこれは痛烈だ。抜けた、きれいに抜けた。セカンドランナー3塁を回った。さあヒットになります。セカンドランナーがホームに帰ってきました。5対0、ライトへのタイムリーヒット、追加点が入ります。5点差に広げました。そして打順がトップに帰っていきます。高口、左の打席です。これが3回目のバッターボックス。最初の1球、あーっと打った、左へ。取りました。2アウトになっています。高口、サードフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます。村松、4回の裏2アウト。初球から打った、痛烈当たり。セカンドが取ります。一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあイーグルス、この後 DH から始まります。おめでとうございます。皆さんサボって野球観戦楽しんでますか。OK。 5回の表、イーグルスの攻撃。 DH からの打順になります。山崎武史、右打席です。さあ1投目打って、これはセカンドの上。
ました。これでワンアウト。山崎セカンドフライに終わりました。第1球はどうか。初球から際どいコースをついてきます。カウントノーワン。6番バッタービッグ、さあ次はどこへ行くか。まっすぐを打って、これはセカンド、セカンドが抑えます。ファーストへ送ります。あーアウト。ビッグセカンドゴロに終わっています。最初の1球は何か。最初は変化球、空振りです。ワンストライクノーボール。今日奪った三振の数は2となっています。どこに構えるか。変化球持ってきました。ツーナッシングです。次のボール注目しましょう。チェンジアップでしょうか。打ちました。センターに上がった。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあヒットになる。てっぺいセンターへのヒットを放ちました。さあそして8番に回ります。渡辺直人、右の打席です。さあ1投目、その初球ボールから入りました。ノンストライクワンボール。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ヒットを打たれました。さあ2球目、この変化球は入りません。ボールの後もボールです。今日出したフォアボールの数が1となっています。さあ次の3球目、カーブを持ってきました。ワンエンドツーです。ヒットのランナーを許しています。インコース平行カウント2エンド2。牽制タッチして一塁セーフになります。さあ5球目、高めのボール打った。打球は右へ。ワンバウンド来た。打ちました。ヒットになった。アウトながらランナー3塁1塁、チャンスとなりました。そして打順が変わります。藤井、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。初球はまずはシュートから入りました。ボールカウント1ストライク。この前の打席セカンドゴロに終わっています。2球目はどうか。決まりました。2ストライクです。さあ1球様子を見るか。あっと強烈な当たり、センターへ上がっている。落ちた落ちた。ワンバウンド、ラストランナーは2塁に止まります。サードランナーインナーホームイン。5対1、センターへのタイムリーヒット。そして次のバッターを迎えます。中村、得点圏にランナーを置いての打席になります。イーグルス、さあタイムリーヒットで1点を返しています。ここまで1点を与えています。第1球行きました。左へ持っていった。上がりました。今のはですね、スライダーに対応できませんでしたね。取って、これで3アウト。5回の表が終了。イーグルス1点を返しています。5対1、得点差を縮めています。5回の裏、バファローズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。北川、右の打席に入りました。さあ1球目、まずは外から来ました。ワンストライクです。いや西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。今日は厳しいコースを攻めてますけども、それにバッターがうまく合わせて打ってるんで、これは大きいぞ。レフトに追いかける、追いかける、諦めた。スタンドを切り裂きます。ホームランです。ホームラン。香川、これでホームランの数を15としています。5回の裏、ホームランが出ています。ここで点差を大きく開いていきます。今ホームインしました。6対1。今のホームランどう見てますか。あのいい変化球だったんですけどね、一致打ってますよ。はい、はい、1点を追加します。その差は5になりました。さあホームランのリプレイ映像です。ここでの追加点は願ってもないことでしょう。イーグルス2番手のピッチャーを出してきます。可愛い。まあ打たれましたからね。今シーズンの登板数が24となっています。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。そしてバッターは4番カブレラ。5回の裏ノーアウトです。カブレラ、このゲームは出塁1、フォアボールを選んでいます。低
低め打ちました。セカンドへの打球、取った、一塁へ。一塁、これは十分間に合います。アウトです。打順が移ります。ローズ、左ボックスに入りました。6対1、バファローズがリードしています。さあ、初球はストレートから入りました。ワンナッシングです。もうワンアウトです。次の第2球、いい当たり、これはファースト抑えた。強烈な打球でしたがファーストゴロです。アウト、アウトです。次のバッターが入ります。後藤、ツーアウト、ランナーはありません。さあ、どこから来るか。最初はスライダーできました。ワンストライクです。この前の打球はいい当たりだったんですがファーストゴロに終わっています。この球はどうでしょう。これも強い当たりだ。ツーナスミからの第3球、この高めはボール。ここは1球外します。さあ4球目、低めのボール打ってショートへの当たり、取った、1塁送球。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さて、試合は5点差となって6回に入っていきます。神戸からお送りしていますゲームは6回の表、イーグルスの攻撃。そしてこの回の先頭内村、左打席に入っています。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール。近藤、今日の5回までのピッチング、許したヒットが4本、失点は1となっています。さあ、第2球、低めの球、ストライク。ここは追い込んでいます。次のボール注目しましょう。真ん中打ちました。打球は右、ワンバウンド、ヒットになりました。さあ、バッターランナーは一塁を回ります。さあ、連携プレー見せるか。今シーズン20本目のツーベースヒット、内村、センターへヒットを打ちました。ここで打順は3番に回ります。フェルナンデス、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。どこに入れてくるか。外めのボールから来ました。ワンナッシングです。ここまで1点を失っています。2球目はどう攻める。これはスライダー、ツーストライクノーボール。さあ、3球目はどう攻める。3球で決まった。今のは外外外でしたからね。はい、アウトコースで三振を奪いました。これが今の三振です。そして打順が変わります。ゼニノー、得点のシーンを演出できるんでしょうか。どこから行くか。まずは初球見送りました。ワンボールです。先頭バッターにツーベース、その後三振を取っています。さあ、次のボールは決めてきました。2球ともインコースを攻めています。バッターフェニノール。さあ、3球目はまっすぐ打ちました。ショートへの打球、ショートが抑えます。1塁へ送ります。アウト、フェニノール、ショートゴロに終わっています。そして次のバッターを迎えます。山崎拓司、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。まず初球、初球インコース、ワンストライク。さあ、3回目の打席、この球はどうでしょう。緩いボールできました。ツーナッシングです。ピッチャー有利になったか。さあ、この打球は大きい大きい、行ったか入ったか、低い打球でした。ツーランホームラン、山崎、今シーズンの第16号。6回の表、両チーム2本目のホームランが飛び出しました。そして今ホームイン、6対3。選手全員が出迎えます。2点を返します。点差を縮めてきました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。これで3点差に変わっています。バファローズ、2番手ピッチャーをマウンドに送ります。吉野、3点リードの場面で登板となりました。果たしてどんなピッチングを見せるのか。次のバッターです。リック、右のバッターボックスです。
さあ3回目のバッターボックス、初球は手を出しません。ワンナッシングです。バッターは6番ビッグ。次のボールは当てるのが精一杯。打球はセカンド後方へ取りました。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。イーグルス2点を返しています。6対3、3点差に変わっています。6回の裏バファローズの攻撃、この回は7番から始まります。一気初球はどうでしょうか。その初球は外のボール、枠をいっぱいに使ってきます。7番バッター一気2球目です。外のボール球振っていきました。ボールカウント2ストライク。次の配球はしっかり捉えた。これはセンターへ上がった。しかしここにはセンターが守っています。西崎さん、まあアウトになりましたが、ボールは何だったでしょう。スライダーじゃないですか。そうですか、スライダーですか。初球スライダーできました。ここは外してきました。これが3回目のバッターボックス。さあ次はどう攻めるか。外角低めのストライク、カウントワンエンドワン。さあバファローズ今日のゲームもリードしています。さあ3球目、緩いカーブ、ボールカウント2エンド1。さあ第4球、今度もいい、あーっとこぼした。打ったバッターはセカンドへ、セーフ、タッチはセーフ、ホームベースヒット。これはファーストにエラーが記録されます。打順が変わります。日高、左のバッターボックスです。バッターは9番日高。変化球でまず空振りです。西崎さんにお伺いしましょう。今日のピッチングはどうでしょう。でも今日は内容のあるいい仕事をしてますよね。ですよね。ここまではいいピッチングですよね。可愛い、今日は1回と3分の1を投げてヒットは許していません。失点なしのマウンドです。ここは緩いカーブでした。カーブで追い込みました。3球で決めてくるか。鋭い当たり、打ち上げてセンターの打球取って2アウトになりました。日高センターフライに倒れました。いい場面で打席が回ってきました。坂口、その注目のバッターボックスです。坂口、ここまで2回塁に出ています。このゲームはここまで3打数2安打。最初の球は初球スライダーで入りました。ワンストライク。ワンアウトから痛恨のエラー。その後は外野フライに終わらせました。今度もいい当たり、右に持っていった、ライト線に上がっている。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。さあ3球目はどう攻める。今度は緩いカーブできました。2ストライク1ボール。さあ4投目、このストレートは外れました。2-2。さあ何を見せるか。これはスライダー、この誘いには乗りません。さあ2エンド3、低めを打って打球はライン際切れるか。しかしこれは惜しくもファウルです。ボールカウント、これも鋭い当たり、ファーストへの打球取って一塁アウトで3アウトチェンジになります。さあイーグルス、次の攻撃は下位打線からとなります。7回の表イーグルスの攻撃、先頭バッターは7番デッペイ。ここは塁に出て繋いでいきたいところ。高め、まず内に入れてきました。ワンストライクです。さあ3回目のバッターボックス、2球目はどう攻める。低めインコース、ボールカウント1エンド1。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。離れていきます。ボールカウント2エンド1。
さあ第4球変化球打ってライン際際どいか、外のボール打っていきました。依然カウントは2エンド1、打った、あっと弾いた、弾きました、これをカバー。今日2打席連続のヒット、てっぺいピッチャーへの内野安打になりました。そして次のバッターとなります、渡辺直人、右バッターボックスに入ります。まずは初球見送りました、この球はボールになります。いきなりランナー一塁としています。このボールはどうか、送ります、前に出る、前に出ます、取ってワンアウト。西垣さんにお聞きしますが、今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。そうですね、フォークじゃないですか。そうですか、フォークボールですか。さあどこから来るか、ストレート落ちました、これはセカンド後方か、取りました、ツーアウトになっています。藤井セカンドフライに倒れました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。中村左の打席です、どこから行くか、低めのボール打って一二塁間です、打球は一二塁間、きれいに破りました。ファーストランナーは二塁です、二塁ストップです。中村ライトへのヒットが出ました。さあ次のバッターにつなぎました内村、この場面でのバッティングはどうでしょうか。内村今日のゲーム2回出塁しています。初球は、初球振りません、ボールにしてきました。今日のここまでは2打数1安打。さあ2球目、これはスローカー、1球2球と外へ行きました。この回2本のヒットを許しています。6回の3打席目センターへのヒットを放っています。これインコース打ちました、得点には至りませんでした。取って3アウトチェンジ、さて安本と同じカードがこのチャンネルでお送りする予定になっています。7回の裏バファローズの攻撃、対しますこの回の先頭村松、7回の裏ノーアウト、何から持ってくるか、変化球取った、ファーストへ、アウト、アウトです。村松ショートゴロに倒れました。かわいい、今日は2回と3分の1を投げて打たれたヒットはありません、無失点できました。初球変化球は空振りです、ワンナッシングです。先ほどの打席ではホームランを放っています。これも変化球でした。ツーナッシングです。さあ勝負か、どうする？スライダー。よく見ましたよ。はい、確かに際どいボールでした。次の4球目。思いっきりスイングしましたが三振です。スクリューにバットが空を切りました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。次のバッターに変わります。カブレラ右の打席です。ツーアウトになっています。最初の1球まず変化球を見せてきました。西崎さんにお伺いしましょう。今日のピッチングを見てどうですか。ピッチャー的にも納得してると思いますよ。ですよね、依然見事なピッチング、ここまで来ました。このゲームはここまで2打数ノーヒット。2投目外はどうか、カウント1エンド1、今日はここまでノーヒット。さあ3投目、いい当たり、大きいボール投げていった、やっと鋭い打球だ、気分爽快の当たり、ホームラン、きっちりと仕事を果たします。ラインのスカイマークスタジアム、レフトスタンドに消えていきました。7回の裏このゲーム3本目のホームランが飛び出しました。今ホームインしました、7対3、そしてチームメイトが出迎えます。追加点が入ります、点差は4に変わりました。ただいまのホームランもう一度ご覧いただきましょう。この展開でこの点差、勝利の2文字が見えてきました。打順は次に変わります。どうぞ。この回2アウトまでは順調に来ました。しかしその後ホームランを許しています。村本高めのボールで入りました。カウント1ストライクノーボールです。先ほどはいい当たりを放ったんですがファーストゴロに倒れています。2投目はこれは外へ逃げます。このボール球には引っかかりませんでした。今日は打点が2つあります。3球目はどうする。今度はまっすぐ来ました。2ストライク、追い込んでいます。
次が4球目。これも強烈な打球、これも入るか、入るか、入ったか、フェンスを越えていきました。ホーム、クリーンナップが火を吹いた。会心の当たりは一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。7回の裏ホームランを放ちました。中盤ホームランで試合を楽にしていきます。今のはどうでしたでしょうか、尾さん。今のはね、もちろん変化球でしたけども綺麗に打ってんですよ。1点追加、5点差に広げました。さあ今のホームランです。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけということなんでしょう。そしてバッターは6番後藤、左のバッターボックスです。まあ、他のね選手はみんなヒット打ってんですよ。はい、それをこの打席も見ることになるんでしょうか。まずはボールから入りました。カウントノーワン。可愛い2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。そして2点を与えています。2球目はどうか。これも強い当たりだ。レフトへ上がった。レフトへ。セカンドは間違いないでしょうね。あっとワンバウンドヒット、打ったバッターは1塁を蹴った。ショートが中継、ツーベースヒット。カオさん、今のはどうでしたか。あのまっすぐであればバッターも手を出しますよね。はい、そのボールを打たれました。イーグルス、この試合2回目のピッチャー交代です。山村、よく投げてきたと思いますけどもね。昨日に続いてのマウンドになります。今日はどんな投球を見せるのか。さあランナーが1人出ました。ヒット。7回裏ツーアウトです。今日のここまでは3打数1安打。まず低め、膝元をついてきました。ボールカウント1ストライク。バッター1球、2球目です。横へ曲げてきました。ワンエンドワンです。8対3、バファローズがリードしています。さあ3球目はどうか。あっと今度はインコース。カウント2エンドワン。さあ次の4球目は、これはカーブでしょうか。2ストライク2ボール。さあ5球目、低め打ってセカンド後方へ。セカンド交代します。今のフォークについていけませんでしたね。取って、これで3アウト。各地の途中経過です。まず神宮球場、2対2スワローズが追いついています。そして広島市民球場、2対1タイガースがリードしています。その他のゲームはご覧のようになっています。8回の表、イーグルスの攻撃。打順はクリーンナップから始まります。フェルナンデス、最初の1球は何か。打って打球はセカンドへ。取った、ファーストへ送ります。一塁アウト。フェルナンデス、セカンドゴロに終わりました。バッター、セニノー、右バッターボックスに入ります。今日はまだ塁に出ていません。さあ最初の1球、最初はインコースから来ました。ワンストライクです。前の打席なんですがショートゴロに終わっています。さあ2球目、この変化球は外れています。ボールカウント1エンド1。さあ今日のバッティングなんですが、3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。また変化球できました。これで追い込みました。次の4球目、強烈な当たり、カーブへの当たり、一塁へ。一塁、これはアウトになります。次のサードゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。山崎隆史、右打席です。最初のボールは、これも鋭い当たり、打球はショートへ。抑えた、ファーストへ。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。さあバファローズ、この後8番から始まります。8回の裏、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター森山、左の打席に入っています。どこから狙うか。初球は際どいところに来ました。この球は外れています。ここまでのバファローズ、このゲームは出場選手全員に安打が記録されています。ここは変化球、外へ2つ続けました。ここまでのバファローズ、ヒットは12本、そして8点を奪っています。バファローズがリードしています。変化球、外を狙いましたが入りません。カウントノースリー。攻撃中のバファローズ、先ほどの回は残塁が1、しかし2点が入っています。ストレート、ここでストライクカウントが入りました。
バファローズ、今日もリードを取っています。さあ何を見せるか。これは落ちるボール、これは低い当たり、森山サードライナーに倒れました。次のバッターです。日高、左のバッターボックスに入っています。どこから行くか。外から攻めていきます。ここは外してきました。ワンアウトになっています。2投目インコース、ボール、ノーツーです。点差変わらず5点差、バファローズがリードしています。さあ第3球変化球です。ワンストライクツーボール。ワンアウトランナーはありません。バッティングカウントになったが、さあこの打球は、これはセンターへ上がった、これはいいですよ。懸命に追いかけます。頭上を破った、越えていきました。中継のセカンドへツーベースヒット、日高右中間へのツーベースになりました。さあランナーが出ました。坂口、8回裏ワンアウトです。今日はヒット2本というバッティングです。1投目初球から入れてきました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。ここまでの各打席をご紹介しましょう。センター前ヒット、ライト前ヒット、サードフライ、そしてファーストゴロ。4打数2安打、審判の判定はボール、ワンストライクワンボール。この回ツーベースヒットのランナーを許しています。さあ次の3球目、主審の手は上がりません。低めを丁寧に攻めています。トップバッター坂口、さあバッティングカウント、これはボールです。これは3つ低めに持っていきました。このゲームはここまで4打数の2安打。さあ5球目入れてきました。フルカウント 2-3、 フルカウントからの5球目、これも強い当たりだ。セカンドへの打球、一塁に送ります。これは一塁アウト。坂口セカンドゴロに終わっています。ツーアウトになって次のバッターです。村松、左の打席に入っています。1投目はどうでしょう。打っていった、ピッチャーの正面、取りました。ファーストへアウト、一塁がアウトで3アウトチェンジ。8回を終了、バファローズツーアウト3塁からの得点はなりませんでした。バファロー、ここで3番手ピッチャーに変えます。ユー、リードを大きく取っての登板となりました。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。9回の表、イーグルスの攻撃。この回の先頭バッター、リック。最終回の表、ノーアウトです。さあ第1球、まずは変化球から入りました。ワンナッシングです。ここまでのイーグルス、ヒットが8本、3得点という今日のゲームです。一方のバファローズ、ヒットが13本、そして8得点です。バファローズがリードしています。しかし、この球はボール。ボールカウント1エンド1。9回の表、イーグルスの攻撃。次が3球目。カット、鋭い打球だ。左へ、レフトに上がっています。ワンバウンドヒット、落ちました。ヒットになる。さあ、ランナーが1人出ました。鉄平。シーズン安打数は100になっています。どこから攻めるか。最初のボールを決めました。いいところへ決めてきます。7回の前の打席、ピッチャーへのヒットを放っています。さあ2球目は、おっと今度は変化球、平行カウント1エンド1。これが4回目の打席。さあ第3球、これはまっすぐ、2エンド1になりました。さあ4投目、今度は変化球、カウント2エンド2。さあ牽制、次が5球目、今度もいい当たり、右へ持っていきます。ライト線に上がっています。ライト線落ちた、これはフェア、フェアです。さあボールが返ってきた、ツーベースヒット、ノーアウトランナー3塁2塁、最後のチャンスをつかみました。
そして次のバッターを迎えます渡辺直樹。ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。さあ最初の1球、初球ボール、ボールカウントノーアウト。いきなり2人のランナーを背負っています。2投目は外のボール、ワイエンドワンになりました。ノーアウトランナー三塁二塁です。高尾さんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう。やはりここはヒットが欲しいでしょうね。はい、この場面はどんな作戦で攻めてくるんでしょうか。はい、外を丁寧なピッチングを見せています。さあ第4球、これもいい当たりだ。これはサード破った、綺麗に破りました。セカンドランナー三塁を蹴った。三塁ランナーが今ホームイン、そしてセカンドランナーもサードランナーに続いてのホームイン。8対5、走者一掃のツーベース。ただいまのホームインの場面、もう一度ご覧いただきましょう。これでランナー2人がホームを踏みました。バファロー3回目のピッチャー交代です。加藤大輔、ここまでのセーブの数が24となっています。さあ最終回、きっちり抑えるのか。打順が変わります。藤井、得点圏にランナーを置いての打席になります。すでにこの回2点を取られています。インコース打って、これはセカンド、セカンドが取ります。一塁を送ります。一塁アウト、ランナーその間に三塁へ。そして打順は1番に戻ります。中村、このバッターボックスとなります。ちょっとね、チャンスに弱いのが心配ですけどね。はい、得点圏打率はちょっと低い数字になっています。初球見送っていきます。ワンストライクノーボール。さあ今日のバッティングなんですが、4打数2安打。この球はどうでしょう。変化球打った、サードの前になります。抑えた、サードランナー今ホームイン。8対6、もう一度振り返りましょう。そして次の2番内村、9回の表ワンアウトです。この回すでに3失点となりました。最初は低めに持ってきました。ワンストライクです。今日の打席結果です。フォアボール、センターフライ、ツーベースヒット、そしてセカンドフライ、3打数の1安打。この変化球は外れています。今日はツーベースを放っています。3球目インコース、外れてワンツー。今日のバッティング3打数1安打、バッティングカウントになった。低めに入っています。いいまっすぐが来てますからね。そうですよね、153キロ出ていました。牽制、タッチしましたが一塁はセーフ。さあ5球目、見送った、最後はインコースに来ました。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。フェルナンデス、そのバッターボックスです。最後のバッターになるか。まずはインコース、いやー力入ってますね。はい、ここは大きな空振りになりました。7回の3打席目、セカンドゴロに倒れています。2球目です。鋭い当たり、低い打球になりました。これで決めるか。高め外れてボー、カウント2エンド1。さあ次の4球目は外、ちょっと外が続いてますよね。はい、アウトコースへ持ってきました。次が5球目、真ん中打って取りました。一塁へ、これで3アウト、ゲームセット。8対6、3連戦、この2試合でのバファローズイーグルスを破りました。バファローズ2連勝ということになります。近藤、これで今シーズンの勝ち星を7としています。加藤、1人のランナーも許しませんでした。見事なセーブです。健康食品が贈られます。さあ、ババローズファンの皆さん、メ
あ壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板5回と3分の2被安打6四球13奪三振自責点3勝ちがつきました。そして打撃成績です。4打数の2安打打点3ホームランを打っています。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾康さん西崎幸弘さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。そしてベンチリポートもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。